はい、おはようございます。早起きはさもの得。朝7時55分になろうとしてます。前日の朝です。下月26日の配信になります。良い子の時間、朝4時15分に配信です。前日の朝収録してます。今日のタイトル、政治家と SNS 洗礼っていうことなんですが、もうね、 SNS が政治を変えるっていうふうに肯定的に言う人もいれば、SNS やらないと選挙に勝てないとか言いながらね、いきなりこうラーメン食ったり寿司食ったり弁当食ったり、犬と遊んだり、いろんな写真じゃない、動画を配信する政治家も増えたなと。あれ、コンサル入ってんのかなって感じしますけどね、見てるとね。こういうとこを出すといいんですよとか言いながらやってたと思うんですが、まあ兵庫県知事選もちょっといろいろその問題で問題になってますが、 SNS 洗礼、いろんな意味でね、 SNS の洗礼を今更受けている、特に政治家ね、特にね、芸能人はだいぶ前にこう SNS 洗礼っていうのを受けてきたと思うんですが、で一般ピープルはもうちょっと早かったと思うんですけどね、 SNS 洗礼、いろんな引きこもこもがあったと思うんですよ。 SNS に関わることでね、出会わなくていい人と出会っちゃったとか、嫌な思いしちゃったとかね、スポーツ選手も SNS 洗礼だいぶ前に受けたと思いますけどね。で、政治家は今更遅れてやってきたっていう。政治家こそ真っ先にこうね、SNS 洗礼受けてればよかったと思うんですが、アメリカ早かったね、アメリカはね。やっぱり私のイメージではオバマさんがツイッターを2010年頃ね、駆使して、で、それでやっぱり大統領選挙に、こう、まあ、やっぱり有利に進めたっていう、オバマさんの印象非常に強いんですけどね。で、ちょうど私同世代が近いのと、私もちょうど SNS、やっぱ興味持ち始めた時にはオバマ元大統領ですね、民主党のね。あのツイッターとかの、特にツイッターでしたね、彼の場合ね、最初ね、の使い方っていうのは、ああ、なるほどなぁと思って見てたんですけど、早かったな。日本は遅かったですね。で、時々こう SNS 使う政治家がポツポツといたというね、ポツポツと。で、それが今やみんな使わないと選挙勝てないもんだから、もう必死ですよね。SNS 使わないと選挙に勝てないっていうのが選挙運動の一環としてやってるというね、弁当食って動画載せんのも、まあね、選挙運動期間中しかラーメン食ってる、そば食ってるとか載せてませんけども、なんで選挙期間中になるとラーメンとそばと弁当ばっかり出てくるんだと思いながらね、で、今全然見かけなくなっちゃったんですけど、ああ、やっぱり選挙運動のためにやってたのかと思いながらね、SNS ってのはその時だけやったんじゃダメで、ずっとやってなきゃダメなんだよってね。それこそなんだ、秋高田市長で都知事選でね、旋風巻き起こしたストーンサークルさん、石丸さんなんかはずっと SNS やってきたわけですよね。やってきた上でそれを使って秋高田市長もやり、都議会選挙もやりということで、選挙運動のために始めたわけじゃなくて、そもそも SNS を、政治を変えるために SNS を始めて、たまたま政治家になったというね、そんな話なわけでね。だからこれ順番逆なんですよね。手段と目的を間違ってるっていう。だから SNS っていうのはある意味目的なんですよね。でもそれを手段としてしか見てないから、なんか手段として使ってうまいことやったところがね、騙されて勝ったみたいなね、SNS でみんなを騙して勝ったみたいな話になっちゃったんだけど、そうじゃなくて、それは SNS を単なる手段としてしか捉えてないからいけなくて、 SNS ってのはまさに人間と人間のコミュニケーションとか関係性をつなぐ、ある意味目的なんですよね。 SNS 自体が目的であって、それは手段じゃないんだろうなと私は思うんですけどね。もちろん SNS はツールなんだけど、でもそこでやっぱコミュニケーションすることが目的で、何か横島な考えで選挙に勝ちたいとかね、票を増やしたいとかいうことだけで SNS やるとおかしな話になってくんだろうななんて勝手に思ってるんですが、つまり SNS の目的は何かってね、そんな話になるんですけども、で、政治家と SNS 洗礼ね、これいろんな意味で今洗礼受けてるわけですけど、まあ、ちょっと前に遡るとやっぱ芸能人、スポーツ選手かな、 SNS 始めて、一般ピープルはちょっと置いといてね、まあ、それがいろいろやってテレビメディアともこう絡まり合っちゃってね、で SNS でやっぱりこうなんだろう、まあ、芸人さんもそうだけどね、やっぱそこでファンを獲得していくみたいなことがやっぱあったんでしょうね。あとはテレビとかでは言えない本音がそこではつぶやけるみたいな。で、一般ピープルからすれば SNS を通じて身近に感じれるって、ここ大事なんですね。身近に感じれる、あっちの人じゃなくて、あ、同じ人間だと、普通にフラットに会話ができるっていう。だから政治家は今更弁当食ったり、今更弁当食ったり、普通の生活してます、普通のおじさんです、普通のおばさんですみたいなね、メッセージを送るわけですよね。異次元の世界に住んでるわけじゃないんですよと、普通の人間なんですよと、普通に言葉も喋りますよと、弁当も食べますよと、庶民的な暮らししてますよと、こうその SNS 上でアピールするわけですけども、まあ、それはだけど、じゃあなんていうのかな、こう一般ピープル、まあいろんなピープルいるけども、基本はやっぱりそういう自分の生活をある程度見せて、そこに共感とかね、あとはつながりを求めるわけですよね。話題が合うとか趣味が合うとか、こう人間的なつながりを求めてやるっていうのが SNS の目的であって、それを横島な考えでね、やっぱりそれを出せば票が増えるとかね、だから人間的なつながり作る気あんまなかったりするというね、ことなんですね。都合のいいとこだけつまみ食いしてことするっていうことだと、やっぱり SNS は見透かされちゃうんだと思うんですよね。やっぱり本音で人間同士として対話をすると、嘘を偽りなくね、で、あ、ね、間違ったら間違えました、ごめんなさいと言ってね、二度としませんとか、反省して次に生かしますとか言いながらさ、そういう意味では間違いを許さなきゃいけないんだけど、もうちょっと寛容な社会になんなきゃダメなんだけど、 SNS 自体もね、まあ、それはさておき、
とにかくこうなんていうのかな、生身のフラットの同じ人間だっていうのを感じ合うのがやっぱり SNS であり、そこでコミュニケーションを取るのが目的であって、それを例えば一般ピープルでね、ビジネスとか金儲けだけに使おうとするだけに、ね、だけに使っちゃいけないって言ってるわけじゃなくて、結果としてビジネスやお金につながってもいいんだけど、それが目的じゃないんだよね。それはあくまで結果であってね、つながった結果としてついてくるものであって、でこれ選挙とか支持とかもそうなんだよね。あの票だけ増やそうと思って弁当食ってたって票は増えないわけで、そうじゃなくてやっぱり、あ、この人の言ってることは信頼できるなと、あ、ここは反省して、あ、こういうふうに考えてんだなと、やっぱり生身のね、生身のこう等身大のね、ありのままの人間が伝わるところがやっぱり SNS の一番いいところで、そこで虚像を作ったりね、あるいはまあメディアで作られてる虚像を壊すためにこうね、本音をねそこで使う人もいるけど、それも結構作ってたりするみたいなね、芸人とかもいましたけどね。で下手に生身を晒しちゃうとまた叩かれるみたいなね、炎上しちゃうみたいな、ね、話になるし、だからまあそこは面倒くさいところなんですけども、ただやっぱりね、今時今更 SNS の宣伝もう15年遅れてるだろうと私は思ってるんですけど、15年遅れてやってきた日本の政治家の SNS 宣伝、まあ見るに耐えないですねこれね、時々流れてくるんですけども、どうしたらいいんでしょうっていう、まあどうしようもないですよね。大体目的間違ってるっていうか、使い方間違ってるような気がするわけね、使い方がね。でもちろんそこで自分を知ってもらい、それが結果として票につながり、結果として当選につながるっていう順番ならいいんだけど、そうじゃなくて、まず票を増やさなきゃいけない、選挙に勝たなきゃいけない、負けるわけにはいかない、そのためにはビラを巻いてポスターを貼ってね、電話をかけるだけじゃ足りないから SNS もやるんだってね、この順番が間違ってるっていう。そもそも SNS に本来の楽しさがあり、そこで人とつながれると肉声が聞けると、あ、いろんな有権者と直接でつながれるすごいツールなんだなと、テレビ出てるだけじゃわからない、電話かけてるだけじゃわからない、講演会と付き合ってるだけじゃわからない、一般の人たちと本当にフラットにつながれて、そこの声が聞けるし、そこでやり取りも実際できるというのが、もう SNS の本当にコミュニケーションツールとしての最大の利点であって、そこを生かして俺は政治家としてこの国のためにね、あの人生捧げる覚悟なんだから、本当に一人一人の声に耳を傾けて、そのためには SNS って本当にいいツールだなと、これを使わない手はないと思ってコミュニケーション取りゃいいのに、弁当食って流してるとか、そば食って流してるとかね、やってるから、誰もそんなもう面白くもなんともないわけですよね。何の話してるんでしょうね、だんだん変な話になってきました。であとはもう一個、やっぱり道踏み外すときあるわけね。やっぱりそれをうまく効果的に使うと、それはやっぱり効果上がるわけだから、そっちが面白くなっちゃうのね。フォロワー増えて、支持が増えてっていう、こう手段と目的と手段がこうひっくり返っちゃう瞬間があるんですよね。で、あくまで目的失わずにやれる人と、どっかで間違って手段と目的入れ替わっちゃって、もう本来の目的を忘れて、その別のね、別の目的のために動いちゃう、ね、金儲けだけで走っちゃう、票集めのためだけ集める、走っちゃうとかね、なんかこう SNS をちょっと冒涜してんじゃないかっていうね、使い方をし始めると、もう SNS で、見てる人たちやっぱり見透かしちゃうんじゃないかなとかね、まあ思ったりしてるんですけど、何の話してんだかよく分からなくなってきましたね。まあとにかくちょっと15年遅れでやってきた日本の政治家たちの SNS 洗礼ね、なんで15年前にオバマ大統領がツイッターつぶやいてる時にみんなそれをやらなかったんだろうっていうね、日本の政治家たちはね、アメリカのこと見てる割には見てねえなとかね、思ったりしてるわけですけども、まあ今更本人ですとか言いながらつぶやいてる、変な政治家もいたりしますけれども、ね、今更本人ですって、お前2024年だぞという、2024年になって何今更本人ですってつぶやいてんだっていうぐらい、まあ日本の政治家の感覚は遅れてんなと思って、 SNS が何なのか分かってないけど、とにかく SNS という妖怪があるみたいで、それと付き合わないと選挙に勝てないらしいということで、和風で終わります。